はい。前回切ってからまだ1秒しか経ってないですけど、はい、続きやっていきましょう。さて、お仲間が増えたところで、早速だけど頼みがあるの。何でしょうか。ウリエンジェさん、バルデシオン委員会からの資料は届いてる？ええ、こちらに。グリダニアのグランドカンパニー、ソージャ島から調査依頼があったの。イダ、パパリモ、説明をお願いできるかしら。ソージャ島からの依頼は、グリダニアに住むシルフ族の動向を調査してほしいって内容だ。シルフ族ってのは、ヘンチクリンな姿の種族でさ、空飛ぶギサールの野菜みたいな、万神ラムーを信仰してるんだよね。なるほどね。万族といっても好戦的なイクサル族とは違って、穏やかで対話が成立する相手さ。ありがたいことにね。万族から万神の問題を直接聞くことができる、とても稀な機会ってわけね。万神ラムーの存在は以前から確認されているけど、ここしばらくシルフ族が神下ろし、つまり万神の召喚を行った形跡はない。逆に言えば、召喚をされていないだけで脅威となる可能性に変わりはない、うん、グリダニアにしてみれば、この万神ラムーにどう対処するのか悩みどころだろうね。イクサル族の万神ガルーダは、現在存在が確認されている万神の中でも最も凶暴と言われる存在だ、うん、グリダニアは万神ガルーダを抑えるのに精一杯だろうからな。だからできれば争うことなく対話で解決したい、うん、あなたの超える力は相手との精神の壁、言葉や心の壁を超えることができる。シルフ族との対話で万神問題を解決するために、この調査に同行してほしいの。はい、ありがとう。そうと決まれば、今回こそ支援してあげたいところだが、あいにくグリダニアの地理に疎くてね。ミンフィリア、ここはグリダニア担当のイダ・パパリモに同行させるといいでしょう。そうね、二人ともお願いできるかしら。任せてちょうだい。いいですとも。いいですとも。お前はどこぞの暗黒騎士か。よし、ソージャ島総司令部ね。はい、着きました。ボルセル大ガサね。一体シルフ族はどう動くんだろうね。暁の決命に調査してもらえないことには。おや、冒険者じゃないか。悪いね、考え事をしていたんだよ。グランドカンパニー、ソージャ島にようこそ。はい、ここはグランドカンパニー、ソージャ島の総司令部だがね。入党志願かな、冒険者くん。やっほー、残念だけど今日は別件だよ。いやあ、イダ君にパパリモ君じゃないか。そうか、君は暁の決命に協力してるんだね。依頼があったって聞いてね。詳しい内容を教えてくれるかい？うん。お願いしたい調査というのは他でもない。国営の森の奥に住むシルフ族、そして万神ラムーの調査だ。僕らグリダニアはカヌエ様の方針により、軽々と戦を起こすことを良しとしない。だからこそ僕らの目の届かないところでグリダニアの脅威が育っていくのを見逃している可能性があるんだよ。グリダニアとシルフ族はとは友好的な関係にある。とはいえ彼らもまた蛮族だ。第7レーサー以降、この不安定な状況では彼らもいつ蛮神ラムーを権限させるのか分かったものではないからね。なるほどね、グリダニアの言い分は理解できるよ。万神ラムーを撃つべきか否か、
これまでのグリダニアとシルフ族との関係を問わず中立的な意見を集めたいんだよ。まずは万神ラムーを呼び出した当のシルフ族に話を聞いてきてもらえるかい。彼らが今どういう考えなのかを把握しておきたいんだ。僕らが話したんじゃどうしたってグリダニア寄りの意見になってしまうだろ。君たち暁の立場で冷静な分析を頼むよ。うん。東部森林にあるシルフのカリアドに住まうシルフ族は万神ラムーのテンパードではなく我々と常に対話を続けてきた温厚な一族だ。ただシルフ族は独自の文化を持った蛮族でね、対話の際に失礼があっちゃ困るだろ。シルフのカリアドへの道中、ホーソン家のなんて読むんだこれによって現地にいる将校から彼らの習慣について話を聞くといい。よろしく頼んだよ。よし、依頼内容は分かった。まずはその将校に話を聞けば良さそうだ。うん、それはね、君が言わなくても分かってるわ。なんとしてもシルフ族とは話し合いで解決したいね。そうだね。僕も争い事はね、好きじゃないんでね。いやー、今ね、テレポで行ったらね、こいつに話しかけろって言われちゃって戻ってきたんですよ。この坂の下にある桟橋から国営の森の東部方面への船が出ている。だから読めねえんだよな、それ。なんて読むのこれ。まあいいや、ならばここから船に乗り、到着後は東へ進むといい。道すがら見えるフルフラワー養蜂場にはウソン家の夫人ロサさんがいらっしゃるはずだ。何年向かうなら挨拶しておくのだぞ。読めねえな。山菜だそうです。どうでもいいですね。はい、一応調べてきました。はい、こっちですね。この船は東部森林蜂蜜桟橋行きです。かわいい名前だね。お乗りになられますか。乗ります。じゃあ行こうか。はい、山田養蜂場。はい、あら、あなた冒険者、ちょうどよかった。冒険者ギルドへ依頼を出そうとしてたところだったのよ。この養蜂場では蜂蜜や蜜蝋を取っているの。でも最近蜂蜜のさなぎを、蜜蜂のさなぎを食料にするためにホーネットが巣箱を襲って困ってるのよ。問題のキラーホーネットクラウドの退治をお願いしたいの。周辺の巣箱の近くに潜んでいるのを全滅させて。よろしく頼むわね。はい、なんか余計な仕事頼まれたぞ。おい、はい、終わり。届きましたね。はい、キラーホーネットクラウドを退治してくれたのね。助かったわ、ありがとう。これでミツバチたちも安心して蜜を集めてくれるわ。あら、うちに用があったのね。ソージャ島の将校さん、アムランさんのことかしら。あの方はジョスラン監視省の勤務なのだけど、確か休憩の時はうちによくいらっしゃるわ。夫のロルフとも気が合うみたいでね。そうだ、アムランさんにご用ならこの取れたての蜂蜜を手土産にしなさいな。彼は蜂蜜が大好きなの、きっと喜ぶわよ。はい、
じゃあ行こうかな。はい、ホウソーンの山菜着きましたね。ホウソーン家の山菜か。うん、はい、着きましたね。よく考えたら要塞の際だもんね、あれ。ちょっと修理しとこうかな。あ、これね、意外と忘れてね、あの ID やってる時にね、壊れそうですみたいなね、あ、やべみたいなのね、結構あるんですよ。うん、よし。お、アムラン生姜氏、こんにちは。いかにも私が総社党のアムランだ。暁の方だな。総司令部から連絡を受けているよ。おや、私に手土産だって。はい、どうぞ。これはロサさん特製の蜂蜜、しかも取れたてだと。うおー、私は蜂蜜が大好物なのだよ。いくつになっても手土産とは嬉しいものだ。ありがとう、大切に味わわせていただくよ。さて、シルフ族について知りたいのだったな。シルフ族は警戒心が強いのだ。特に国営の森にガレマール帝国が侵入してからは急速に態度を硬化させている。しかし警戒さえ解けばとても友好的な種族になる。彼らは警戒心と同じくらい好奇心が強いからな。そういう意味では我々も変わらないか。そうだな、ロルフの旦那にでも聞いてみるといい。シルフ族の習慣についてはこの地に長く住む旦那の方が詳しいだろう。はい、シルフ族の習慣について知りたいのかい。ならば彼らの習慣について学んでいくといい。何せ彼らはとびきりの変わり者だからな。この辺りの者は皆シルフ族との付き合い方は承知済みさ。シルフ族の習慣については皆に聞いてみるといい。はーい、たらい回しやな。こんにちは。シルフ族は私たちとは全く違う倫理観を持っているの。私たちにとっての常識は彼らには通用しないわ。可愛い見た目をしているからって油断しちゃダメよ。気を抜くと顔に落書きされちゃうんだから。可愛いもんだね。あ、こっちじゃねえや。モヌ。モヌ、モヌ。はい。シルフ族はいたずらが大好きよ。私たちの仮面に落書きをすることから、巡回中の保証を谷底に突き落とすことまであるわ。結構やるね。危険なことはやめてくれって彼らに伝えても、シルフ族にはそもそも悪気がないから全然わかってくれないのよね。なるほどね。それが悪いことっていう、ね、認識じゃないんだね。食べ物を使いシルフ族を手なずけようとするのは愚行だ。奴らにとっては光を浴びることが食事と同義なのだ。なるほどね。はい、どうだ、みんなに聞いてわかったろ。シルフ族は我々と全く異なる文化を持っているのさ。例えば挨拶なんかはこれだ。シルフ族にとってはこれ、つまり踊ることが挨拶さ。彼らと会うつもりなら覚えておくといいだろう。はい。シルフ族に会いに行くなら手土産でも持って行った方がいいだろう。とはいえ俺はシルフ族の好みは知らなくてな。そうだ、フルフラワー養蜂場にいる俺の嫁さんのロサに聞いてみたらどうだ。鉢箱にいたずらされないためにシルフ族の生態についてかなり詳しく調べてたはずさ。はあ、また戻るんすか。一回で済ませろー。あ、そうだ、チョコを使えばいいんだよな。こい、よし、行こう。はい、着きました。あら、今度はシルフ族の好きなものが知りたいの。彼らはね、人と違って蜂蜜なんかじゃ喜ばないわよ。もっとゲーテモノが好きなんだから。シルフ族が好きなのはね、ミルクルート。草木香に属する魔物の根っこのことよ。噛むと出てくる白い液が彼らの気分を高揚させるの。ミルクルートが欲しいならオチューが一体近くの草むらにいたわ。この
飴色の薬液をまけば現れるんじゃないかしら。あ、ここか。飴色の薬液ね。はい。取りましたね。あ、じゃあ、だからチョコを使えっつう話ね。手土産は用意できたか？シルフ族相手だ。さぞかし変わりぎらしい手土産だろう。いや、そうでもないですね。ミルクルート。確かにシルフ族にとっては酒みたいなもんだが、そのゲテ物を持っていくなら状態が悪くないよう、包装紙に包んでおこう。いや、包ませてくれ。匂いがきついからな。あ、はい。あのさ、一回一回さ、クエスト切らないでくれる？もう。ほら、ミルクルートを包んでおいたぞ。これで持ち運んでも状態が悪くならないだろう。あと、匂いの被害もなくなるはずだ。そんな臭えのか。しかし、この臭さはチョコボ以上。いや、俺が冒険者を引退するきっかけになったモルボールの臭い息を超えるかもしれん。これからシルフ族と大切な話をするんだってな。彼らは変わり者だが心優しい種族だ。諦めずに信頼を得ていけばきっと話も通じるはずさ。またいつかここに立ち寄ることがあったら冒険談を聞かせてくれよ。蜂蜜酒を用意して待ってるからな。わかった。美味しそうだね。そうそう、アムランさんもあんたに渡したいものがあるようだ。話を聞いてみてくれ。はーい。あの、まとめて話してくれませんか。ホウソウオンの旦那からシルフ族の習慣についていろいろと学べたようじゃないか。これで準備は完了ってところだな。この先のシルフの狩宿にコムシオという若いシルフ族がいる。彼はシルフ族の長老の側近であり、人との橋渡し役なんだ。放送の旦那から受け取った手土産と一緒にこの書簡をコムシオに渡してほしい。対話が円滑に運ぶようシルフ族の長老宛にカヌエ様が直々に書簡を用意してくれたかったんだ。君たちの身元も保証してくれるだろう。我々も度重なるイクサル族との交戦で疲弊している。ここでシルフ族と争うことは何としても避けたい。対話の成功を期待しているぞ。はい、お任せください。それじゃあ行きますか。シルフのところへ。はい。来ましたね。シルフのおかげだ。はい。人間いるね、結構。はい。こんにちは。誰でフッチ？知らない人は信用できないのでフッチ。グランプリでフッチ。あ、挨拶しなきゃダメなのかな。踊るだっけ。エモートアクション全般、踊る。シャキン。あ、合ってた。こちらこそヨロピクでフッチ。ワタピラの挨拶を覚えてきたのでフッチ。少しだけなら話を聞いてやるでフッチ。人にピテは関心なのでフッチ。上、ワタピに届け物なのでフッチ。そうです。こちらをどうぞ。こちらもどうぞ。これはご丁寧にフッチ。この匂い、まさかミルクルートでフッチ。これは嬉しいお土産でフッチ。ありがたく頂戴いたしますのでフッチ。お手紙は後でおさちゃまにお渡しするでフッチ。はい、よろしくお願いします。うん、かわいいですね。それでワタピラに何かご用でフッチ。ぬるっときたな。私たちはグリダニアの使者として来たの。
あなたたちの神であるラムーのことについて少し話をしたいんだ。長老はおられるかな？グリダニアから来たのでフッチ？困ったでフッチ。なんで？でもやっぱりダメなのでフッチ。知らない人は信用できないのでフッチ。私が話すことは何もないのでフッチ。おさちゃまの居場所も教えられないのでフッチ。これまではグリダニアとお話ししてたんじゃないの？グリダニアからの正式な書状もある。それでもダメかい？ダメなものはダメでフッチ。とにかくおさちゃまとは話せないのでフッチ。すっごい警戒されてる。私たちってそんなに嫌われることしたっけ？ふむ、なんとかしてシルフたちから信用を得るしかないな。とりあえず片っ端から話を聞いてみるか。めんどくせえな。まあいいよ、頑張ろう。よしよし。いいだ。ねえねえ、思ったんだけどさ、やっぱり信用の基本は挨拶からじゃないかな。言葉は通じるんだもの。あとは心だと思うんだよね。手始めにこのシルフの狩宿のみんなにシルフ族の挨拶をして回ってみるのはどう？そうだ、親友隊の人たち、人にも挨拶を見てもらおうよ。うちらが本気だってところをみんなに分かってもらうんだ。いや、お前らがやれ。なんで俺がやらんな、ならんの？はあ、めんどくさいっすね。まあいいや。やりますよ。やればいいんでしょ。ね。なんかいっぱいやんなきゃいけないな。よーし。踊ってくぞー。カッツしますね、ここはね。8なんだけど、めんどくせえな。お前ら関係ないぞ。手分けしろよ、お前ら、リーダーとかかりももよ。何？なんか言えよ。なんか言えよ、お前。あ。はい、やってきたよ。お前らがそこでぼーっと突っ立ってる間にね。お疲れ様。みんなの評判よかった。いいみたいだね。なんだかこの集落の雰囲気も和らいできたみたいだよ。俺のおかげでな。お、レベル上がった。あ、レベル30になっちゃったよ。もう早いな。有楽町、君は冒険者だ。これまで困ってる人たちの依頼を解決してきた。依頼主は喜んでるはずだ。シルフ族も僕たちに言えないだけで同じように困っていることがあると思うんだよ。特にここのシルフ族は北東のシルフ領を追われ、この地を仮の宿としていて、様々な不便を強いられているらしい。それを解決すれば少しは信用を得ることができるんじゃないかな。グリダニアから来ているイメディアがシルフ族から何やら相談を受けているようなんだ。彼女に詳しい話を聞いてみてくれるかい？お前らがやれ。お前らもやれ。なんで俺一人でやってんの？